ダッシュでございます。どうも、武田でございます。本日の動画なんですけれども、タイトルとサムネイルを見ていただいた通りになっております。陸上系 YouTuber、6年間仕事してたらどんだけシューズスパイクあるの？それ全部紹介しちゃおうの回。シューズコレクター。そのまんまなんですけれども、我々 TKD プロジェクトですね、活動を始めて6年経ちました。本当にありがとうございますね。これ改めて本当に皆さんに感謝申し上げたいなというところもあるんですけれども、陸上というお仕事してますと、シューズ、スパイクっていうのは無視できないアイテムというか、企画だったりっていう風にはなってるんですけれども、たくさんレビュー動画出してきましたね、今までね。紹介動画いろいろ見ていただいて、そちらも合わせて感謝したいなというところではあるんですけれども、シューズスパイクっていうのはもうどんどん溜まっていきます。ありがたいです。なんですけれども、シューズスパイクってどういう感じでこう手に入れていくかっていうと、購入すると。これが、まあ、一般的な入手方法だと思うんですけれども、二つ目、YouTube ってお仕事させていただいてますと、企業様とのタイアップという形で、やっぱシューズ、スパイクをいただける機会がかなりあるんです。シューズいただける瞬間っていうのが多いので、やっぱここのパーセンテージが企業様とのタイアップでいただけるシューズ、スパイクっていうのが、やっぱ一番多いかなと。いう印象はあります。もう一つ、知人や友人の方からいただけるシューズスパイクっていうのももちろんあります。 5% ぐらいですかね。6年間ずーっとこうやってますと、店開けます。はい、店を開けます。開こうかなっても思ってます。はい、こんだけありますよって見せるだけでは面白くないので、まず1点目は入手経路というか、どういう経緯でこのスパイクシューズを手に入れたのか。まあ思い出ですよね。スパイクシューズって僕ちょっと思うんですけれども、どのシューズが全てに誰にでも合うとは僕思わないんですよ。その選手のレベル、筋力、スキル、まあ金銭面も大事なところですよね。学生の時何個もこのシューズバンバン買えるっていうのもないですから、シューズスパイクに割くお金っていうのは限られてる部分ではあると思うので、人によってあんまり陸上に投資できませんよっていう人におすすめする、そういうのも合わせたおすすめシューズスパイク、どの人のニーズに合うかっていう紹介していけたらいいなと思います。めちゃくちゃあります。はい、6年しっかりこう活動続けて、まあ10万人っていう切りのいいボーダーもこう達成できた瞬間の、お金はそんなないですけど、僕たち多分陸上系 YouTuber としては多分ありがたいポジションにさせていただいているので、そういう僕らだったらどれぐらいシューズスパイクをこう持っているのかっていうのも合わせて楽しんでいただけたらなと思います。はい、ということで早速見ていきたいと思います。いきましょう、参りましょう。ダッシュで行こうぜ。さあ、もうここがシューズ入れの中になってます。見ますよ。じゃ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 という感じでかなり多いです。こんな感じでずらーっと TKD がこの6年間を経てお仕事させていただいたり、いただいたり、買ったり、もういろんな方法で入手したシューズスパイクたちになります。1足目、黒のインクスですね。富士スポーツさん、もうかなり昔になりますね。限定カラーということで、これが2016とか7とか、あの結構昔のカラーになってるんですけれども、やっぱり黒のインクスといえば短距離選手、まあ、僕ら世代だったら結構履いてきた方多いんじゃないでしょうか。一応ね、トップモデルにはなってるんですけれども、プレートもねガッツガツに硬いってわけでもなくて、短距離からハードル、いろんな方にこうおすすめできるスパイクなのかなっていうのがあります。近年はちょっと厚底スパイクっていうところがあって、僕の周りで履いてる方はあんまり見ないんですけれども、学生の選手っていうのをこう大会行って見てみると結構まだ履いてる方多いかなという印象はまだあります。黒のインクスないんだね、確かこれね。同じカラーで、こちらがレッドブラックですね。これかぶっちゃってるけど、ごめんなさい、これ履いてないのバレるね。全部こう一気に履くっていうのは難しいんで申し訳ないんですけれども、これが黒金ですね。これも全部富士スポーツの限定カラーということで、もし気になった方はぜひチェックしてみてください。短距離選手なので、正直スパイクの仕事ってアシックス以外ないんですよ。でアシックスさんと絡む前にお仕事させていただいたのがミズノの黒赤のスパイクだね。次、ヒートスプリントですね。ヒートスプリント、これがどういうスパイクかっていうと、2018とかだったかな、アシックスさんの初めてモデルをさせていただいた時ですね。神奈川の競技場行って、灼熱の中熱中症になりながらこのスパイクのモデルをさせていただいたんですけれども、最近なくなっちゃったけど、ステップとかに僕の足あるわみたいないう瞬間結構あるんですよ。その時にやっMD の方だね。MD。こっちが YOSHIKI モデルしてくれた方ですね。こちらもね、あの、レビュープラス、そのモデルを一緒にやらせていただいたというスパイクになります。お仕事で提供していただくっていう瞬間が多いですかね。LD もそうですね。この LD は僕すごい練習で当時使わせていただいてました。片手で曲がるから、
柔らかくてシューズに本当にピンがついただけみたいな、もうちゃんと使った後あるねスパイクみたいな感じになってるので、もちろん反発とかはないんですけど、やっぱ足なじみも良くて疲労もたまりづらいっていうところから、やっぱ練習に使わせていただいてました。 70% とか 80% ぐらいの走力で走るときにこの LD を短距離の練習で履かせていただいてました。懐かしいな、涙出てくるわ。嘘です。うわー懐かしい。トニックスプリントですね。これ2だったかな。かなり使い込んでるね。これが2021年の時にめっちゃ履いてたかな。厚底がこれから始まるよって時に履いてたね。これでもしっかり結果出て、マイナス2とかで11秒1で走れて、なんか10秒台企画やってた時に来たわっていう瞬間がありました。でこのスパイクもかなり人気で、現場に行っててもかなり履いてる人多いなっていう印象あります。まだ売ってるのかな。厚底あんま好きじゃないよって人はすごくおすすめです。でもね、プレートが薄くて反発力っていうのはあるんだけど、薄いから測定痛めやすいんで、そこは気をつけた方がいいです。僕これでアキレス腱痛めましてね。なんで痛い思いもさせられたし、いい結果も出してもらった本当に思い出のあるスパイクです。パンパン行きましょう。 SP ブレードですね。はい、 SP ブレード、ソニックスプリントと一緒で、こちらは自分で購入させていただきました。これもいいスパイクなんですよ。未だに履いてる方多いよね。少し傾斜が強めになってます。クロノインキスとちょっと似てる印象とかもあるんだけど、足にフィットしてくれるスパイクになってます。この前足部分の流動性っていうのがすごく良くて、前足部分で設置したい、意識したいっていう選手はおすすめになってます。いいね、楽しいな。ダッシュで行こうぜ。さあ次が他おねおねですね。これクリフトン8とかだっけ、名前忘れちゃうな。これが一番最初にほかさんとお仕事させていただいた時のシューズになります。これも当時長距離企画ってあるとこのシューズめっちゃ履いてたんで、ほかさんのシューズはやっぱこの厚底がかなり印象的なシューズなんだけども、軽量化もしてて値段が高いので、耐久性とか物持ちの良さはすごくいいんだけど、高級なシューズになるので、皆さんのお財布と相談してもらいながらっていう感じになるんだけど、スニーカーとして履いてる方もかなり多いですね。移動用というか見る瞬間多いです。これもお仕事ですね。これアディダスの仕事をもらった時の、これはもう僕移動用で使ってましたね。アディスターだね、懐かしい。移動用で使ってる人、僕のこの狭い世界観で 2,3 人出会いましたね。アディスターで移動してるんですか、僕もですみたいな。履いた後あるでしょ、これかかと触って何回も履いて形跡があります。これめちゃくちゃスニーカーとして履かせていただいてました。もちろんね、ジョグシューとしてもいいシューズなので、今売ってんのかね。すごい白黒でシンプルでいいですよね。これめっちゃおすすめでした。でこれ名前なんだっけ、忘れちゃった。うわー名前忘れちゃった。これみんなごめん、名前忘れちゃった。これ練習で一回履かしてもらったんですけど、転がる形状もあるので、やっぱちょっと長距離に特化したシューズかなっていうのは、まあ、特化したシューズなんですけど、短距離の練習用っていうのはあんまりこう見込めるシューズじゃなかったかなっていうのは、なんとなく印象にあります。こちらプーマのディビエイトニトロエリート2、組織の1回フルマラソンのシューズにもなったやつですね。まあ、ちょっとカラーが違うんですけれども、僕たちはねプーマからいただいたこのシューズを恩をあだで返す形で、なんか底辺 YouTuber みたいな感じでみんなに紹介した記憶があります。組織がねこれベタ褒めしてるだけあって、全部が普通なんですよね。めちゃくちゃ褒め言葉で、足持ちがいいとか変な癖がないとか、でも反発も普通。普通ってやっぱりいいんですよね。これがジェットスプリントですね。僕がカラー対象で買ったやつ。これの左右のカラーは実家にあります。残しておきました、これを。かなり人気のスパイクでしたね。一番最初に草野先生が僕のチャンネルに出てくださった時にレビューしたスパイクなんですけど、まぁ、ちょっとカラーは違いますけどね。そんな思い出があります。さあ、次の下の段いきます。これ永遠に終わらなそうだな。ダッシュで行こうぜ。ドラゴンフライですね。ドラゴンフライ、これは買いました。練習用でどんなものなのかなっていう思いで買いました。短距離の練習だとね、かなり耐久性が弱い。すり足してなくてもこの部分が剥がれてきちゃうんですよ。んちょっと見えるかな、うん、パカパカすぐ言いそうなので、もうこれはちょっとほぼ干渉用になってますね。もうあーピンねえし。ドラゴンフライってね、英語だとさ、トンボって意味じゃない。トンボのマーカルって知ってた、みんな。俺最近知ったんだよね、これ。お恥ずかしながら。LD ですね。ピンレスの厚底シューズと。こちらがね、まだ1回しか練習で履いてないんだけど、俺はね、普通って感じでした。グリップがどうなのかっていうところではあるんですけど、このグリップはね、非常にいいです。いいんだけど、ちょっと高い。値段として高いから、金銭的に余裕がある人が、こう、使っていけるものなのかなっていうのは感じます。さあ、次が出ました。マックスフライ、初代カラーですね。クソかっけえな、これも。これは、知り合いの方から、買いました。僕今黄緑のマックスフライも使ってるんですけれども、これねかっこよくて壊したくなくて使ってないです。このマックスフライが一番かっこいい。これ分からん、みんな。クソかっこいいんだけど、マジでプロトタイプみたいな感じで。ということで次は MD かな。
MD だね、ニューバランス限定カラーみたいな感じで、これも購入しました。これは購入しました。しっかりこれは練習用ですね。反発材も少しずつ弱くなってきてる感じはあるんですけれども、フィット感とかやっぱニューバランスのフューエルセルシリーズかなり今までいろいろ入ってきたので、やっぱ僕は足なじみがすごく良かった印象はあります。アンビションですね。アンビションこれね、厚さはあるんだけど意外と反発が弱い。それはいい点もあって悪い点もあるんですよ。試合として使うとか、そのトライアルとして使うのは適してないかなっていうのはあるんだけど、厚底スパイクに似た形状だけど反発がないから練習用としてエラーが起こりづらく使えるかなっていう印象はあります。足の負担もねかなり少ないです。もう今20分話してるよ俺。次がこれクリフトン9ですね。来ました、フルマラソン。これで完走した超思い出のシューズです。めちゃくちゃいいです。平凡なんですよ。かなり平凡、平凡なんだけどフラットで足なじみがすごくいいから、なんか僕みたいな短距離選手だとスピード出ちゃう勝手に、いいアップシューズとしても使えちゃうみたいな感じなんだけども、でも足にすごく優しいから、まあ短距離って感じではないんだけど、長距離選手として地足しっかり鍛えたいです、長く走りたいですっていう人には本当におすすめ。癖がない、いいフォームを作るのにかなりいいです。クリフトン9オレンジブルーってのがまたかっこいいんですよね。ダッシュで行こうぜ。下の段に来てこちら、じゃじゃーん、プライム SP2 でございます。かっこよ。こちらは知人の方からトレードしましたという感じで、さっきのアンビションと似た形状になってるんですけども、こちらはねフルレングスでカーボンが入ってるのでかなり反発も強いんですが、癖があるっていう選手もいるし、癖がなく馴染みやすいっていう選手いろんな方いらっしゃるんですよね。で僕も一番最初履いた時は、まあ、癖あるなって感じだったんですけど、履いていけば履くほど癖なくなってくるんですよ。慣れてるってよりかは僕の印象ですよ、しっかり自分の走りができてる時、動きがいい時に履くとかなりハマります。逆に動けてない時に履くと気分が悪い、特に気分が悪くなる。スパイクって自分の感覚が悪くてもごまかしてくれる部分あるんだけど、このスパイクはごまかしが効かないスパイクなんだけど、いい動きができた時はかなりの恩恵がもらえるっていう印象があります。なのでしっかり真下で設置できる人、しっかりプッシュができる人っていう人におすすめかなっていうのは感じます。さあこちらプライムX ですね。これアホみたいなシューズですね。はい、アホみたいな値段で公認でも使えなくてっていう、陸上をなんか違う観点で楽しむ人使うのはいいかなって思います。やっぱりね、なんか僕みたいに公認レースいっぱいやってますよって人はやっぱり買わない人の方が多いかな。で高いですしね、逆に公認とか気にしないですっていうヨシキみたいな人はこういうの履いてどんどん記録出していきたいみたいな、まあ、やっぱそれも陸上の一つの楽しみ方ですから全然いいかなと思うんですけども、本当にスーパーボールの上で走ってるかのような感じなので、かなり扱いはきついけどそれなりの反発は産んでくれた。これもお仕事でいただきましたね。いや懐かしい。さあこちらが一番最初のアディダスから出た厚底シューズ、カーボン入りの厚底シューズですね。かなりフラットで、まあ、こちらツルツルして、まあちょっとグリップ性はあんまりないんですけれども、これ履いてる人結局あんまり見なかったな。これ履いてる方いらっしゃいます？チャンネル見てる方で。ヨシキも最初感覚いいって言ったけど、結局一回しかフルマラソンで履いてないもんね。やっぱりフラットって良くも悪くも自分の足で行かなきゃいけない、ごまかすことができないシューズなので、アディダスってそういう形状のシューズが多いのかな。一般の方でこうごまかしたい方っていう人たちに関してからリーチされないというか注目されないのかなっていうのはあるんですけども、駆使できる選手にとってはすごくいいシューズなのかなっていうのはあります。多分もう売ってないんじゃないかな。さあこちらがボストン10かな。あ、ボストン10だ、書いてあった、よかった。使いましたね。結構長距離で使おうって思ってこう履いてたんですけど、5本指ファイバーだっけ、やっぱり測定ちょっと来るなっていう印象ありました。なのでこうなんかあんまり測定気になるとかっていう人で、長い距離っていう人で最初からこれを使うのはあんまりなしかなっていうのはあります。この辺が3だね、確かね。これもお仕事でいただいたやつになります。形状かっこいいですね。やっぱりこれはね、いただいた日以外多分履いてないですね。申し訳ないです。感覚がね、僕の中であんまり良くなかった気がするな、確か。アディダスの契約選手みんな履いてて、それで結果出してるから、間違いないシューズなんですよ。合う合わないは人それぞれあるので、そちらはみんな見極めてほしいなっていうところであります。これも結構高級な品なので、しっかり自分で履いて確かめてほしいなというところはありますと。ダッシュで行こうぜ。さあ、下に行って、こちら。なんだっけ名前。これはね、仕事でいただいたやつなんですけど、マジで最高。ソグシューでめっちゃ使ってました。クリフトン9をいただくまでは、こちらをずっと使ってました。暑くて、なんかこう、ぐらつくんじゃないかっていう感覚あると思うんですけど、そんなものも全くなく、で、クッションがあるままなので、本当にモフモフした、優しい接地感でこう、ずっと長い距離がいけるっていう印象ありました。これはヨシキの盗んだやつだな。これもフューエルセルシリーズなんですけど、おしゃれになった感じなんだけど、やっぱフューエルセルシリーズはね、まあ
もう掃除で全部いいので、フュエルセルイコール全部いいです。さあ出ました5280、来ましたね5280。見るからにこのグリップ最強なんですよ。短距離でもね最近履いてる方多いね。いいシューズなんだけど、ちょっとこうぐらつきが強いから、ずっと履いてると測定痛めたり足への負担っていうのが大きいので、もちろんカーボンも入ってるし、なので履くタイミングっていうのは気をつけてください。キラキラしてる、すごい。さあ次、フュエルセルプリズムだったかな名前、うん、これも結構履いてたな。フュエルセルプリズムは市民ランナーの方のジョギングシューズとして履いてる方をめちゃくちゃ見ます。これは本当に多い履いてる方、足にも優しくてフラットで、まあグリップ性はそんなないんですけれども、こちらもかなりおすすめです。ギベイトニートのこちらがね、一番最初のプーマの厚底カーボンシューズとして出たんですけれども、まあこれもね2同様癖もなくで、ちょっと重量感はあるんですけれども、プラスね今タムジョーがプーマのスポンサー契約でも頑張ってますけれども、やっぱりそういう意味でもかなりもプーマ注目されてますので、平凡でグリップ性もしっかりやってっていういいシューズなので、短距離の練習でも結構履いてましたこちら、うん。さあという感じで、まず1段目2段目3段目4段目5段目が終わって、もうちょっとで終わりますからね。はい、もうちょっとで終わりますよ。ダッシュで行こうぜ。さあ次こちら、じゃじゃん。最近ね草野さんと一緒にシューズの対決動画を撮ったことあるんですが、ヒートフラット、こちら初心者の方ぜひ履いてください。初心者って言っても12秒0切るぐらいかな、例えば 100m で言えばそれぐらいまでの選手は全然いけます。すごくいい感覚で履けるので、足にも優しい、アーチラップもしっかりやって測定のケアもしっかりしてくれるので、かなりいいスパイクです。トップモデルじゃないんだよこんなかっこいいのに。昔の SP ブレードですね、やば懐かしい。このスパイクを履いて人生初のフライング失格をしました。でもその後11秒1でも走りましたし、このスパイクでいいスパイクでしたね。で次こちら、だだーんとこれ3個重なってて申し訳ないんだけど、これがあの僕がですねアシックスの工場行ってエフォートの紹介をした時いただいたやつ、プラスいろいろですね、あとこのビジネスガードの紹介した時に仕事として思い出であるスパイクになってます。次下、これなんだっけこれ、多分ねイベント出る時にこのシューズ履いてきてくださいみたいな感じだった気がする。忘れちゃったな、さすがに。だから動画でも一回も出てない気がする。知ってる人いたら教えてください。舐めてるな。はい、でこちらウィンドスプリント来ました。ウィンドスプリント、こちらもう本当にお世話になったな。まあやっぱりウェイトとかで使う場面が多いので、そういう土汚れみたいなのは少ないけど、もう先生コーチです。はい、動きが悪かったら教えてくれるし、ウェイトでも使えるし、でもやっぱり履く場面っていうのはかなり見極めて使っていただきたいなと。ずっとこれ履いてると測定痛めたりね、ふくらぎ痛めたりいろいろ気がしますから気をつけてください。でこちらが最近紹介させていただきましたウィンドスプリント3のシューズだね。色もかっこいいし、ずっと履きたくなるんだけど、マジで気をつけてね。これだけは本当にみんな使う場面だけは本当に気をつけてください。めちゃくちゃおすすめです。でこちらがリベリオンですね、リベリオンプロだな確か。動画でもいろいろ説明したんだけど、転がるシューズですので自動化を図るにとってはとてもいいシューズですし、まあ暑さがあってそこまでちょっと硬いか、うん、足への負担っていうのも少ない。しっかりカーボンも入ってるから反発性もしっかり生み出す。やっぱり、構造上ね、前足部分で設置っていうよりかは、こう足裏全体を使って転がすようなシューズの構造になっているので、まあ、短距離選手にお勧めしないんですけれども、フルマラソン4時間切りますとか、前足部分であんま設置するのが得意じゃないですよっていう選手、かなりおすすめかなというところあります。まあ、やっぱりちょっと値段が高いので、こちらもしっかり履いて自分の感覚に合えば履いてほしいなっていう感覚あります。こちらがウェーブデュエルプロクォーターかな。こちらは友人からいただいたシューズになるんだけど、かなり癖があります。長距離シューズとしては、おすすめしづらいかな。わかんない。これで履いて結果出してる選手いる？逆に最初、俺が出そうかな。これ履いて結果みたいなぐらい言いたくなるぐらい履いてる選手見たことないんですが、短距離の練習用としては、まあ、前足部分でつく感覚っていう意味ではとてもいいし、グリップもかなり気持ちいいので、すごくおすすめなんだけど、やっぱこっち履くんだったら短距離選手はこっちを勧めしたいな俺は。やりたい人はどうぞって感じです。はい、でこちらが動画の紹介でもありましたが、これじゃあ今アシックさんからお借りしてるやり投げになります。ちょっと残念ながらね、今ちょっと僕の肘が痛めてしまって、いつ変換しろって言われるかちょっと分かんないんですけれども、やり投げ企画終了するまでちょっと早くこれ履いて結果出したいです。さあ下に行きまして、こちらヨシキから頂戴したものになります。もうヨシキもねめちゃくちゃ履いてて、僕もめちゃくちゃ練習で履いてます。テンポ走っていうね結構きつめの練習があるんですけど、
かなり楽。楽だから15秒から16秒のスピードを維持しつつ、他のところこう自分で意識しやすいという。プラスこの厚底スパイクの使い方っていうのもこう、わかるから。なんだけどやっぱり値段が高い。マックスフライも履いてて、テンポ走もしっかりやりたいんですよねっていう選手いたら超おすすめです。さあ次がネクストテンポですね。知人の方から頂戴したシューズになるんですけれども、アルファフライと同じ感じにはなるんですが、やっぱりアルファフライより少し反発性は弱くなるかなっていうところはあるんだけど、アルファフライより安価で買えるっていうところはあるんだけど、耐久性は長距離向けにできてるから弱いし、ちょっと下に先に行っちゃうと、こちらのテンポね、誕生日プレゼントでもらったテンポなんだけど、これ3回の練習でもうエア潰れちゃいました。全く使えないわけじゃないんだけど、やっぱりちょっと気になるから、こちらも飾り用で、ね、せっかく誕生日でもらったんで、捨てるっていうのはちょっとできないんで、どんどんこっちのテンポでやってるんですけれども、こっちもね、いろんなところがボロ出始めてきてます。やっぱお湯が剥がれてきたりとか、ちょっと怖いね。いつパンクしてもおかしくないんで。さあ次こちら、フュエルセル。これ、ヨシキがもう使わないから周辺にあげるって言ってくれたやつですね。これもプリズムだね。ヨシキもかなり上級で使ってた感じなんですけれども、フュエルセルはもう何度も言う、いい、めちゃくちゃいいです。フュエルセルは全部おすすめ、全部おすすめできる。こちらがさっきお話ししたテンポ。こちらが知り合いの方からいただいた、なんかナイキのかっこいいやつですね。これ分かる人いる？知らない？なんか最初スニーカーで履いてたんですけど、これが別れた彼女が置いてったサンダルです。下に行って、こちらがGT2000 ですね。これはヨシキの TikTok の仕事をいただいた時に、僕も演者として出演させてもらった時に一緒にいただいたシューズになってるんだけど、かなりいいのよ。足も優しくてスピードも全然出せるんだけど、見てこれ、こういう感じでね、すぐ剥がれちゃいました。全部が全部そうじゃないと思うんだけど、あ、ここもちょっと来そうだね。僕が剥がれやすいので気になるし嫌じゃんね。まあここボンドでくっつけるとかも全然ありなんだけど、こういうのがすぐ取れるのが気になる人は気をつけてください。さあで最後ですね、アディデロ匠線8カーボンファイバーのシューズになってるんだけど、さっきいろいろアディダスのシューズビューンって紹介したのに合わせて、こちらも一緒におすすめできるシューズになります。こちらのスパイクをしっかり使いこなそうと思った時にこちらを使ってました。めちゃくちゃいいですね。これを履いて癖なく走れる人は多分プライム SP2 も無理なく使えるかなっていう印象あります。これも僕も結構使ってるんだけど、やっぱり短距離なので、じゃん、見てください。こうやってすぐボロが出てきますね。はい、あんまり履いてないんだけど、高価なものなので、気をつけてほしいなというところがあります。という形でですね、シューズたちいかがだったでしょうか。めちゃくちゃなんか昔の思い出も浸りながらっていうところはあるんですけれども、もう一個スパイク紹介させてください。ちょっと一旦リビングの方に戻りたいと思います。ダッシュで行こうぜ。行きますよ。プルルルルルルプシュウサインボルト特別デザインスパイク、ヤッホー。はい、ということでこちらボルトの引退した時に履いてたスパイクです。半分嘘で半分本当。ボルトが履いてたスパイクではないんですけど、ボルトが履いてたスパイクと同じデザインというか、それを記念して作られたスパイクですね。見てください、このギラギラのアウトソール、そして左右非対称の色ですね。こっちがゴールデン、まさにウサインボルトですね。しかも書いてありますから、ウサインボルトって。でこっちも紫でウサインボルトと、まさに王者のスパイクというところであるんですけれども、ボルトは最後この時は、優勝したのがガトリンだったかな。で2番コールマンで3番がウサインボルト、リレーで最後肉離れをしてボルトの陸上人生が終了するという劇的なドラマもあったんですけれども、ウサインボルトって僕のチャンネル見てくださってる方はさ、そんな知ってるわってなると思うんだけど、6、7年前ぐらいの話で、9秒5が出た 100m なんていうのはもう10年以上前の話になるわけですよ。歴史っていうのは変わってきますけれども、やっぱりボルトっていうのは一生消えない、もう陸上選手の中では圧倒的大スターであるところではあると思うので、こういうスパイクからも感じられるなというところはあります。僕のチャンネルでもね、素晴らしいスパイクを紹介できてとても嬉しいところであります。ありがとうございました。はい、ということで本日の動画は以上になります。皆さんいかがだったでしょうか。6年活動してて、だいたい全部覚えてるんで、さすがに全部ね、いい思い出なんですよ、僕の財産なので。次回倉庫にあるスパイクシューズ全部メルカリに出したらいくらになったのかの動画でお会いしましょう。さよなら。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、靴。